どうも、田畑ブラザーズです。兄の吉木です。弟の匠です。よろしくお願いします。今回は綺麗なスタジアムに来ております。綺麗なスタジアムな、はい、気持ちいいわ。あの対談させていただいた、はい、あの兄貴の後輩の小谷君いてるじゃないですか。あの春夏連覇の、はい、記録員をしていた小谷君、はい、その子と今回は勝負ということで。勝負、はい。いやでもエグいと思う。現役よ現役の大学生と勝負すんの、うん、俺145ぐらい出るわ。えくまあいいよ。ほんであれやろ、木のバット公式のボール。公式やで。それは大ハンデやで。いや余裕やろ。余裕余裕やろ。まあ負けるわけないな俺がな、まあ、先輩として YouTuber としても、うん、負けないやんな。カツンとファーって決めちゃいましょう。カツン掘り込む。掘り込みましょう。掘り込んでね、はい、いいよ。ちょっと俺センター前打とうかな思った。いやそんなもう大人げちゃう。もう行っていいか。もう行ってね、はい、おっしゃ。じゃあ来てもらえますか。後輩泣かしたろか。はい、じゃあよろしくお願いします。スコアラーズさんね。スコアラーズさん、どうも、スコアラーズ動いです。小谷です。よろしくお願いします。お願いします。今回は、はい、ピッチャー、キャッチャーで、はい、来てくれましたスコアラーズさんの、まあ僕のね大阪桐蔭の後輩なんですけど、はい、下半身エグすぎやろ。なんやこれ。一回横向いてもらっていい？いや見てわかんのかな。いやエグいよ。今日はあの勝負してくれって俺言われたんやけどさ、はい、どういう心境なんですか？言わしたろか、先輩言わしたろかみたいな。そうです。もう後輩として意地とかないんですけど、プライド捨てて先輩を、まあ、潰すっていうかそういう気持ちで今日は。うまいな後輩マジで。だからまあよくさ春夏連覇の世代、はい、どっちが強いんやって言われるやん、うん、でも僕1回目春夏連覇の4番やってました。で春夏連覇2回目の記録員やってました。これ俺抑えられたら、だから記録員様に抑えられてるってことになるからね、はい、いや打たら多分エゴいよ。よしアンチコメントやばいよ。え、何の助勝負にする？まあ2、3でいいんちゃう。2、3ぐらい、うん、はい、まあ、その1人で投げてもらえるし、うん、僕ら普段軟式なんですよ。そうですよね。その辺のなんかハンデ的な、ハンデ、いや、ハンデいますか？いらないです。大丈夫ですか？はい、そんな言わんといて恥ずかしい。もう打とう。気折れたらどうしようかな思って。多分折れると思う。俺非常に怪しいよ。わかりました。はい、それでは対戦をやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。ナイスボール。はいよ、チェンジアップ。ナイスボール。どうですか今回の意気込みは？そうです、今日はもう大先輩、もう田畑さんっていう、はい、春夏連覇成し遂げた、はい、学年の4番の人に、はい、まあ、投げるんで、はい、めちゃくちゃ緊張してるんですけど、はい、やっぱもう後輩っていうの関係なしに、そうですね、絶対抑えに行こうと。バットへし折りますか？はい、バットへし折りますか？あ、もうもちろんです。もうインコースバチバチってバット3つに折ろうかなって。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、先頭バッター1番ショート田畑匠。1番匠。折れんなよ絶対。プロフェッショナルだな。Z のバットでとりあえず、うん、頑張るわ。ちょ、切り込み隊長頼むわ、うん、ほんまに。初球から行くで。もう分からんの、うん、声が。あ、オッケーオッケー。はいよ、エゴ。いやー、ボールボールボール。よし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 。見えてた、アタック今見えてた。あのキャッチングのせいですね。キャッチングはキャッチングでボール。エゴ。いやー、ストライクですね。エゴ。ここでー、ロビン。よし、ボール。はい。はい、行こう。おっ、ショート。ショートゴロ。ショートゴロやな。よし、久しぶり公式打ってんやん。高めカッチいったろうな。なんかこう、なんていう。負けた。負けた。これちょっとやばいぞ。1打席目ショートゴロ、ショートゴロ、はい。でも楽しそうやったな。いや、まあまあなんか久しぶりに楽しいけど、まあ、よしき頼むわ。オッケー。
1打席目匠がショートゴロでしたけども、まあちょっとまっすぐ主体で投げてくれてたんで、ちょっといけそうかなと思いつつ、高めの球はやっぱ振り負けると思うから、まっすぐ振り負けないようにいきます。いやでも本気やから、さっき意気込み聞いたらバットへし折ってありますって言うてたから多分ガチの配球でくると思う。頼むわ、うまナイス、オレストライク。見えやんかった今、見えやんかった、マジで初めてブラじゃあ手いった折れてないの？折れてない折れてない折れてない、さすがいった手ブラザーズ、やっと見たか、ブラザーズの実力、対戦企画でやっと打てたな、やっと打てた綺麗なレフト前よ今の現役大学生からピッチャーバリ悔しがってんの、たまたまブラザーズ祝ヨシキが1本打ってくれたっていうことで気持ちがすごく楽になりましたこれあるぞワンチャンスあるぞ手めっちゃ痛いわ行ってきます。OK! 最後ノーストライク2ボール、ここね、楽に、楽に、楽に、ラストライクで行く、最後よっしゃよっしゃよっしゃ打球は速い、やったー、来た、やったな、やったやったな、これやったな、これでヨシキ打ったらもう勝ち確やからな、勝ち確定や、俺らだって練習一つもしてないね、これはあるぞなおちぇん、あっす、嬉しい、めっちゃ嬉しい、泣きそうバリ泣きそう、あれあれ、あっちでなんかおつやみたいになってるけど、あれなんか、いや今作戦会議です、あ作戦会議、はい、まだ負けてないんやってヨシキさんどう抑えようかな、あ今のあのショートゴロと、あーなるほどな、僕の中ではまだ負けてない、今のショートゴロだし、いや今のはあれスキットなんですけど、ああ、そうやな、ショートゴロと僕は思ってるんで、はいはいはい、今完璧なヒットだな、タク今良かった、ナイス、ありがとう、これヨシキでも抑えられたら、うん、トータルでは同点やからな、そんなお前バッタートータルとかお前厳しいって、でくれよ、3の1で勝ちやから、そうやな、ほんま言うたら、そうっすね、うん、まあでもやってほしいって後輩が頼むからさ、そうやな、まあ、やるしかないわけよお願いします。お願いします。よし行こう。よし頼む。よし。お願いします。お願いします。お願いします。行こう。うっさい。行こう。ここで楽に。はい、ナイスボレー。行こう。オッケー、オッケー、オッケー。楽に。いや、これはライト、ボタンや、ライト、ボタンせえよ、まあまあアウトにしとこうかよしき、いや、三振はせえへんからさ、せえな、うん、まあファーストファールフライか、ワンチャンポテンか、まあ、三振はせえへんからファーストよしきやったらポテンヒットやけどなファーストがよしきやったらいやでも変化球やっぱミックスできたらすごい打ちにくいな、あれチェンジアップ最後、最後チェンジアップで多分普通の人だと三振してるはずなんや、ああ本気の配球やな、じゃあ本気いいコース、完璧のコースであれしか打てへんわな、さすがにな、あそこは、いや、今のはもう一球外してもう一球チェンジアップ一個高いとこ行って、うん、打たせて取るっていう、完璧やったな、完璧やったんですけど、コース完璧、でもちょっと怪しいとこに三振は取れてないしな、三振取れてないんですよ、ちょっと心残りまだやめっちゃ投げたいなええよ、俺そういうの好きやからさもしもこれダメだと俺はスーツ2個買うしな2個ずつ買うし2個ずつでもこれ押さえたらちょっと安してほしいな
3打数2安打、うん、狙いに行こうか。いいんすか、そんな厳しくて。でどっちがもう打たれへんかったらスーツ割引と。オッケー、いうこと、うん、分かった。成人式のスーツ着て。成人式のスーツな。はい、よっしゃ、任しとけ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行こう、なべげ。おお、あれ今まさか威嚇だよ、乱闘行かれたの、乱闘か。いや、まあ、そこはやめとこ。大丈夫、やめとこ。はい、行こう。はい、うわぁ、うわぁ、くせぇ、吐いたんじゃん。マジ吐いた。うわぁ、くせぇ、吐いたんじゃん。マジ吐いた。うわぁ、おぉ、いくお前。え、あ、まさか才能ある人。連続。もう一回プロ目指すぞ。いや、それはやめとくか。ノーツーやから、うん、まっすぐもう一本に張ったやん。で、来た球を打ったと。打ったら、飛んでいった。お前やっぱ、いや、割と野球上手かったよな。軟式よりいいかもしれん。あー。おー、どうした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 、どうされましたか。ちょっと言葉が出ます。いや、もう猪子はやったったぞ。お、ほんまに宇宙が掘り込んだもんだもん、今。いや、打った瞬間やばかったっす。ありがとうございました。あの現役大学生から打ちましたけど、あの大学生で、コナイ君の大学であれそこまで飛ばす子おる？いや、いないっすね。初めて打たれました、この大学で。次はヨシキやから、次打ったらもう勝ちやから、俺らの。まあだから三振取られたら割引にしようか。じゃあ俺が、コナイ君。はい、どうよ、タバタブラザーズの実力は。やばい、ちょっと舐めてたは言い過ぎですけど、自分の力過信しました。もうただのおっさんや思ってたやろ。いや、そこまで思ってないですそれちょっとバカできないんで。え、でもここまで打たれると思ってなかったです。よし、じゃあ最後俺を三振取れたら、はい、まあ交渉聞いてあげてもええよ。あ、そのな、うん、交渉、はい、オッケーオッケー、聞いてあげよう。はい、じゃそれじゃあ行きましょう。本気で行きます。なぼち、兄貴、初球やねんけど、うん、今いい感じで取られてたけどな。あの現役やったら言ってた、正直言ってた。でもまあセンターフライ、まあでも全然あのいい思いしてないわ。空振り取れるもんだから。あ、そういうことな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は、僕が3打数2安打でした。僕が3打数1安打です。ということは田畑、え、5打数6打数3安打5割。ナイスバッティング。ナイス。ブラザーズとしては上出来やな。完璧やな。完璧やな。これいなしたったんじゃん。いなしたった。鼻へし折ったったやろ。鼻へし折ったった。俺鼻血出てんもん。俺が鼻血出てんもん。お前がな、うん、対戦者スコアラーズさん。はい、どうでした、タバタブラザーズ。正直舐めてました。で、マウント立って自分ピッチャーですけど、うん、現役なんですけど、こんだけストライクゾーン投げたくないバッター対戦した。めちゃくちゃ久しぶりっていうか初めてくらいです。あ、そう、やっぱ投げにくかった。めちゃくちゃ投げづらい。どこ投げても打たれるやろなって。ああ、なるほど、なるほど。そういう気持ちで投げてました。もう気持ちの面で負けてました。球はほんまに来てたな。来てたよ。ピッチング練習が見てて、俺最初嫌やったもんな。キョンって言うだろ。もう勘弁してな。もうあれやで。公式と木は、せめて金属にしてくれ。そうやな。もう、木は勘弁してくれ。まあ、手折れるわ、これ。キャッチャー目線からはどうした？キャッチャー目線から。ヨシキさんも、絶対空振るやろって球普通に打ち始めるんだよ。これはもう消えた天才で、もうそんなレベルじゃないなっていう。消えてなかったですか？全然消えてない。よっしゃ、よかった。実在しました。よかった、消えてなかった。まだ打てた。嬉しい。嬉しいな。まあ、またリベンジ待ってるわ。はい。またお願いします。いつでも。またあるん？あの、キーと公式でええからな。いいんですか？キーで。大丈夫です。だから、肘がなんかちょっと本調子じゃないのが言い訳してるからさ。もうだからもうバチバチ来た時にもう一回。うん、バット俺に来てくれる？はい、もちろん。やっぱ野球やってたって対談した時ちょっと気まずかったけど、やっぱこう野球をやったら仲良くなるよな。はい、そ
そうやね、うん、楽しかった。久しぶりに野球やるな。いやもうこれをこの悔しさバネにしてもう久しぶりにめちゃくちゃ悔しかったんで、うん、まあ、ほんまに現役をバネにして、はい、うん、マジで頑張ってください。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日、はい、スコアラーズさん、はい、対戦一緒にさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。当たります。皆さんチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。